学研を授与されるもの、薬学研究科、薬学専攻、博士、薬学、浅野健さん、内田渉さん、武井千尋さん、林康介さん、原雄一さん、はい、学位浅野孝志、本学大学院薬学研究科薬学専攻の博士課程において所定の単位を習得し、学位論文の審査及び最終試験に合格したので博士薬学の学位を授与する。演文論文題目、虚血性脳血管障害に対するフェルラ酸誘導体 FAD012 の予防的治療効果に関する基礎研究、平成30年3月17日城西大学学長白畑美奈。ハイドロゲルの調剤と薬物放出制御への利用、平成30年3月17日城西大学学長白畑明。学域竹井千尋、以下同文論文題目、ポリボロン酸と水溶性高分子間の相互作用を評価する実験系と、それを用いたボロン酸収縮インスリンの放出制御の評価に関する基礎的研究、平成30年3月17日城西大学学長白畑明。学域原雄一、以下同文論文題目、潰瘍による薬物吸収の変化とその要因を検証するためのインビロおよびインビトロの実験系を用いた研究、平成30年3月17日城西大学学長白畑明。Thank you.